はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本当にお子さんはもちろんなんですけれどもね、大人が見ても本当に深いいろいろなことを考えさせられる作品にこれからもどんどんなっていくんだろうなと、この12話気になって仕方ないんですが、さあ続いては出演者の皆様にお聞きしたいと思います。石黒さん、はい、はい、テレビシリーズの前日譚にあたる本作ではウルトラマンオブになったばかりのガイと、そして先輩ウルトラマンたちの共演が描かれていますが、はい、撮影いかがでしたか？いやもう毎日楽しかったです。夢のような時間でした。先輩ウルトラマンさんたちのおかげでできた役作りでもありますので、はい、そこはちょっと甘えさせていただいて、とても本当に頼もしいキャストに囲まれながら真ん中に立てたことは本当に幸せな時間というか貴重な体験をさせていただきました、はい、とてもこの楽しさが多分映像にも伝わってると思いますので、ぜひ皆さんにも見てほしいと僕は思ってます。はい、そうですよね。私も先ほど控室で打ち合わせをさせていただいたときに、はい、皆さんがものすごく仲が良くて、はい、もう私かなり緊張してお部屋に伺ったんですけれども、はいはい、本当にまさにウルトラの愛の世界を見てしまったという ありがとうございます。もう本当に全員キャスト撮影合間みんな集まってみんな話す中でして、はい、距離が近いよねみんなね。そうなんですよね。でもうみんなで会話してるんですけど、はい、携帯でもグループ作って、そんなに仲がいいんですか？はい、もう本当に仲がいいんです。あ、すごいですね。じゃあいろんなことをもう皆さん、はい、そうですね、分かっちゃってる中、そうですね、はい、はい、その楽しさがぜひ映像に伝わってると思いますので、はい、ぜひ見てください、はい、さあそして続きまして青柳さん、はいはい、今回の作品ではガイのサポート役バディというテレビシリーズとはまた全く異なる立ち位置のジャグラーだったんですが、はい、そこに込められた思いだったりご苦労などありましたらぜひ教えてください。そのテレビ版を経ているので、その僕らが対立している様からこっちにまた撮影に臨むこともあったりして、はい、どれだけガイと寄り添えるかで、ジャグラーはどれだけガイが必要だったのかってことも改めて気づかされたりしましたし、で、たもとを分かつことにはなっていくんですけど、でもガイを演じる石黒英雄という人間と時間を共にすればするほど、やっぱガイ同様器の温かい人だなと、で、そういうものに自分が何をまたぶつけていけるか、そういうことをすごく楽しませてもらって、で、僕とね、石黒英雄を2人で作っていく中で、これだけの先輩方にもう背中を押してもらいながら、ね、思いっきりやらせてもらったのは本当に幸せな時間だったなと今は振り返るとね、温かく支えてもらってましたね。本当にそれは、ありがとうございます。ありがとうございます。先輩方ありがとうございます。お返しします。はい、ありがとうございます。さあそして続いて福田さんなんですが、はい、福田さん幼い頃ウルトラマンダイナが大好きで、はい、20年ほど前のイベントで鶴野さんと握手をされたというふうに、そうなんですよ、はい、まだ7歳ぐらいの時だったかね、さきちゃんがね知らないでしょ。でもじゃあ知らないんだけど、後にね、はい、ちょっとチンカイと出すクイズ番組があったんですけどそこでさきちゃんが来て、はい、で実は何年か前に鶴野さんと実は熊本のウルトラマンランドで握手してるんですと、はい、でもすごいそのダイナ愛がすごくてですね、はい、ほんでそんなまあね、さきちゃんと何年か経ってこのような形で、はい、まさに自分が今度はウルトラマンの出演者として、はい、作品に登場ということで、なんかこう改めてこうウルトラマンの普遍さというか、うん、やっぱり永遠なんだなということをね感じますね。そうですよね。その時はまさか、はい、ウルトラシリーズに自分が出演するとはもちろん思っていなかったので、こうやってウルトラマンシリーズを見て20年後自分がここにいることも信じられませんし、光の力を信じてきてよかったなっていうふうに今回思うお仕事でした。本当にアマテという役もドラマの中では結構ずっと自分の星を守るために悩んでる姿がすごく多いので、見てて一緒に苦しいっていう気持ちになっちゃうかもしれないんですけど、最後までアマテがどういう選択をしていくのかっていうのをぜひ皆さんに応援して見ていただけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあそして前川さんなんですが、はい、はい、近衛隊長の信羅を演じられて、福田さん演じる女王アマテを守る立場にいらっしゃいましたけれども、はい、現場での女王はいかがでしたか？現場での女王、はい
ます。そうですね。はい、いやでも衣装合わせの時に、はい、まあさきちゃんがこれをね、はい、着た写真をが置いてあったのを見て、はい、まあぴったりだなと思いましたね。だからもう本当にこの女王の姿はもうぴったりなので、そうなんです。何の違和感もなく入れたのが正直なところだし、まあ、あとはやっぱり僕は時として兄のように父のように寄り添う役なので、ずっとこう近くにいて見ながら芝居してましたけど、まあ、やっぱりその葛藤するね、こう揺れ動くところがすごく見えて、僕はなんかいつもそれを心配しながら、だから非常に一緒に演技させてもらってやりやすかったっていうのが正直なところです。はい、ありがとうございます。はい、さあそして榎木さんは、はいはい、そんな神羅と時に対立しながらも国を守ろうとする将軍雷郷を演じられましたが、どのような思いで演じられたんでしょうか。はい、私はこの中で一番年上です。私が小学校の頃からテレビにかじりついて見ていたウルトラマンにね、まさかこうやってその一員になれるとは思いもしませんでしたけれども、今回の私の雷郷は時にちょっと冷たい感じに見えるかもしれませんけれども、天手女王陛下をどうしても戦神にしないことには次に進めないというね、非常に葛藤を感じながらの芝居で、とても演じがいがありましたね。なんかもうさっきも言いましたけど、ちょっと夢を見てるみたいな、そういうふわーんとしたとてもいい気分でね、今回ご一緒させていただきまして、本当にありがたかったです。ありがとうございます。さあそして続きまして、泉さんが演じる佐伯、はい、ウルトラヒーローたちと戦う敵役なんですが、はい、平和を願う純粋な科学者でもあるということで、演じるにあたって心がけたこと、はい、それから相棒のパーテルとの印象に残っていること、ね、ありますか。皆さん気になっていると思うんですけども、はい、まず敵役ということで、私悪役と思って演じた場面が一切ないんですね。もう自分の言ってることは何も間違っていないと、まあ、そういうことで言うと、こう通して見ていっていただくと、再起に足りなかったもの、光の戦士にあって再起になかったものは何なんだろうっていうところで、こう正義の何たるかっていうのがちゃんと伝わるように、自分は自分の正義を持って演じさせていただきました。なのでぜひ今日は小さいお友達からですね、大人の方いらっしゃいますけども、ぜひおじいちゃまおばあちゃまにも勧めていただいて、今回の、ウルトラマンオーブは時代劇のような、それぞれに正義を持って戦う者たちの美しさとかというのがね、見ていただけると思うので、ぜひ家族、一緒に、Amazon プレミアムビデオをですね、ご覧いただければというふうに思っています。まあそんな中で、孤独な戦いが多かったんですけれども、常にそばにいてくれたのがこの盟友パーテルでございまして、3日間ぐらい一人ぼっちの撮影が続いたんですけれども、その時に常にパーテルがいてくれると、ぜひどんな形でこう何ですかね、再起の思いを受け止め、そしてこの AI と、通わせていく中に、まあ、今日喋らないんです、緊張しがちなんで、はい、なので、ぜひそういう面ではですね、このパーテルの表現力っていうのがとてつもなく巧みなんです。横に立っていてこうパーテルに演技されちゃうと僕は太刀打ちできないなというぐらい表情豊かになりますので、ぜひそのあたり、つぶらやプロダクション、またスタッフの皆さんの技術力の高さっていうものもこの作品の中では楽しんでいただけると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。